Rock and Run Boo at Jim Marulio。 トーラブ会議2015やっていきましょう。ちょっと間が空いちゃったね、俺にしては。ちょっと別の会議に行ってたもんで。さてさて、見ての通り白い子が手に入りました。いいね、この白髪ロング。高節左文字と申します。川田と申します。板部岡高節祭の配当だったがゆえにこう名付けられました。俺は後輩に名付けられました。使われぬ方が良いのです。俺はどっちだろう、使われる派かな。振るわれぬように和睦に努める。振る派か振られる派かって言ったら振られる派だったな。そういえば、なんかそれが大事ってね、歌いすぎて二十何年間とか歌いすぎて何が大事か分かんなくなった人が世の中にはいるそうですね。汗水垂らして日々の糧を得る幸せな暮らしですね。なんだいこのお花は。これあれかな、こいつの体力を表してるんじゃないのか。この花びらが散っていくごとに体力が減っていってゼロになるとゲームオーバーっていう。兵糧攻めされてはたまらんからな。こっちのコスしやすそうだね。ねえマーカーにさ、ジャージ着てというか、ね、普段着姿のその刀剣男子たちのコスはしやすそうだね。ちょっと鎧系はね、さすがにめんどくさそうだけど。戦いは嫌いです。そうか。でも君今ね、リーダーにしてるからね、先陣切って突っ込んでもらうよ。世は悲しみに満ちています。悲しい。ザ・ソローと、あ、長い長いまだボイスあったんだ。ザ・ソローと呼んでやろう。戦えば必ず片方が悲しみに沈むことになります。そうだね。でもそれがこの戦の世のことわりなんだね。そんな悲しみを終わらせるべく今日も出陣していこう。さあ次になるわ。どうしても戦いは避けられませんか。5-3いきましょう。どうだろうね。あ、そうそう、今ね、薙刀がねだいぶ強くなってきた。結構ね、なんだろう、4-1とかだったらそこら辺やっぱまだレベリング使ってんだけど、一度にね、3-4体ぐらいはスパーンってね落としてくれたりするからすごいいやいや落ち着け。まずね、こっちはここが資源でここが雑魚敵。あ、どっちだろう。この場合だと訂正する。ここが雑魚敵でここ資源でね、ボスはねさすがにここでしょう。あ、てかさ、ここさ結構ボスに行きやすいんじゃないの。もしかしたら道中が長くてその戦闘が多くて辛いっていうだけで。だってさ、こっち側に行ったらね、もう避けようがないじゃん。お、これはいいんじゃないですか、もしや。でまず一戦雑魚敵と戦うと。ちょっとね、このなんだろう、牧島さんみたいなやつ、牧島翔吾みたいな、ちょっと違うけど、お願いします。彼のレベルがねまだ確か20代だった時かな、そんぐらいなんで、ちょっとこの戦いを戦を乗り切れるかどうかがまだわからないけども。和睦の道は何のでしょうか。戦わない道をなんとか探そうとしてるんだな。でも、あ、やべえ、やっぱりレベルが低いから装備が一瞬で剥げる。ドン。前と比べたらだいぶ強くなったけども、お覚悟。そうだ、目潰しだ。5ステージ目だとまだもうちょい、まだ弱い。ちょっとね、流れ変えていかないとな。で、どうしようかな。正直ボスまで勝った、いけなさそうな気がするな。今回はレベリングがてら様子見がてらってことにするか。もうね、こうやってね、タッチとかもバンバン出るようになったね。さあ行きましょう。右右。お、虎の方がアックだからこっち。よし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 。しかしだ、しかしだよね。不穏な気配を感じます。野戦か。確認をお願いします。ここはあるかな。今のところいまだにそんなにないんだよね、その編成によってのルート分岐。僕の道はで、こっちはあの最初に考察した通り。うわー、もう死ぬ死ぬ死ぬ。結構ハゲるなね、あのナウナヤングにバカウケのこの最新トレンドの刀さん。あけしてあれだぞ、名前忘れたわけじゃないぞ彼もねレベルそんなに高くないからね、30代だっけかな。さあ俺を楽しませろ。ホタルと石切りが70半ばぐらい、73種ぐらいかな。で岩通しが55いくかいかないかぐらいで、俺が40ちょいかな。勝った、こんなもんか。うわ、17か、まだレベルちょっと早いんじゃないかな。
ひひ、あ、じゃない、ガオー。今ね、間違えてね、心の中でね、お、ライオン丸だと思って、ライオン丸、それも名前違うんだけど、ラオーンって言おうとしちゃって、いやー、違うんだ、俺、抑えろと思ったら、今のが出ちゃった。全く合ってないからね。資源で、これは結構いい色度かな、資源も取れて。不穏な気配を感じます。つまりお前が重傷になるルートかな。きっとなんか予知夢で見たんだろうな、ザクッとやられてる姿を。お、ちょうど法人が有利だ。デュエル有利。わ、僕の道は連戦何のでしょうか。痛い、とても痛い、そこそこ痛い。そして白人戦。いいね。俺が恐ろしいか。おー、強い強い。俺たち強い。岩投手がね、もっとレベル上がったら、で今あの速い馬もつけてるんで、俺たち以上に活躍できるかな。武器としての本業に励んだ結果だよ。俺たちたちと同じようにさ、僕はあ、ちょっと余談になるけど、あのキャンドルカッターピカチュウっていう素敵なニックネームがついてるらしいね、彼。で、そう、あの、大太刀たちと同じように、あいつばっかり MVP 取っちゃうんじゃないかなっていう恐れがあるよね。なので、他のやつらのレベルがなかなか上がらない。でもね、こいつら入れてると戦闘が本当安定するからね、できれば誰かしらを入れたいからね。あえて縛るプレイやってる人も多いんじゃないかな。大太刀とか入れすぎると、割と楽に勝てちゃうからっていう。もう俺は好きなのを入れてるよ。とりあえずね、やっぱ強いので固めて、とりあえずはまずストーリーどんどん進めていく。あ、危ない危ない危ない、あ、死ぬんじゃないこれ。セーフ。身を切られる痛みなど、いや、ね、その調子。心に比べれば、あー、惜しい。今かなり悲しいこと言ってたな。なんかあれだね、強姦された感じなのかな、気持ち的には。ということで勝ちました。それが不穏な感じ取った。あ、多分ね、彼が感じ取ったのは俺が変なことを言うことを察したのかもしれない。あかん、このサニは多分また変なこと言い出すっていう。ないのでしょうか。不穏な気配を感じます。確定開始。ここは本当野戦多いな。さあ、成功で持って俺はこれでいく。ここは簡単にいけたね。痛い。でもこれで大丈夫でしょう。重傷進撃とかではないから、これ以上下がることはおそらくない。心に比べればさ、これ機関が重傷だから野戦突入できませんみたいなね、追撃できませんみたいな他のゲームではあるけども、このゲームでは関係ないので、生きていればいい、動けばいい、俺を楽しませろ。よし、ちょっとレベル上げすぎたのか、それともこの編成、このこいつらが強いね、大出しとかばっかりだから、それで勝ってるのか。うーん、C 勝利、格好がつかねえな。勝ったか。経験値は美味しいです。そして厚かし山の戦い。あ、そして遠征お帰り。そう、第4部隊開きました。遠征のね、どこだっけかな。カチ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 。今回の結果はこうなっています。遠征のどうでしょうか。この4の比叡山延暦寺、これをクリアするとその第4部隊がもらえるっていう。任務が終わっているようですよ。やった。ちょっとごめん、すぐに君に出てほしいんだ。急いでくよ。ピラリンポーン。4の3桶狭間、ここにですね、この2人を入れて出陣。始まりました。パチ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 。浮かない顔をしていますね。ここは桶狭間、すなわちこのあと僕は魔王に囚われるのだと。なるほど。悲しみの記憶は言えませんか。わからないんだ。今川の剣で終わった方が幸せだったのかどうか。それはいろんなことがありすぎてもうわからない。わけがわからないよと、お二人のストーリーが始まると。
あ、川の下の子です。歌手清光。扱いづらいけど性能はいい感じってね。そうそう、とある会議に行ってきたんですけども、歌手清光のコスプレの方いました。かっこよかった。あとね、泣き狐のコスの方もいて、その人がね、あの写真撮ってくれた、一緒に。あとなんか2日目の方に蛍丸のコスの人もいたらしいね。ちょっとそっちはね見れなかったんだけど、最近はね、そのもうトーラブのコス出てきてるようで羨ましい。俺もなんかしたい。まあ多分なんかするんだろうね。さて5-4、ちょっとね様子を見に行きたいんだ。そう、あいつらを連れて様子を見に行きたいんだ。ナウソードとロック。あ、ここは音楽かっちょいい。飛鳥山ですか。そのようだ、我ら因縁の地。僕の前の主人を殺した人たちが死んでしまいました。さあよ、いいざまよ。ここからなら前の主人を助けられるかも。それはならぬ。歴史を変えてはなぜいけないの。悲しいことはあっても、その次に我らがいるからだ。難しいよ。そうだな。このさ、ひらがなで書かれることによりなんかさ、役にズンとくるね。ラストステージ、現時点でのラストステージってことだよね。あー、なんかゾワッとくるな。いきなり音楽変えてくるんだもん。さてさて、どこまで進めるかな。よし、相手が油断してる隙に奇襲ですね。意外といけるかな。うん、あのみんなが頑張ってくれれば、で装備がうまいこと剥げなければ、もしかしたらいけるかもしれない。戦だ、まあ、戦だ。ボスマスにいけるかどうかだけども、危ない。はいはい、とても危ない。あー、一気に。どうや。そしてあいつら敵の装備も激しいな。岩を持った。よし、まずは一戦クリア。どんくらいかな、まあ、ボスじゃないから経験値はみんな600前後ってとこかな。勝った勝った。ぴったし600で、ボーナスと MVP のどっちかな。こっちかこうだからそんなに外れない、もしかして。あ、でもこう行ってここでこう行ったりこう行ったりがあるだろうから、うん。よし、相手が油断してる隙に奇襲ですね。よし、いけいけいけ、策定していこう。そんでもってユリ、そろそろ危ないかもしれんな。戦だ戦だ。よけろ。ああ、お疲れ様です。しかもな、もう、ああもう彼の真剣必殺見ちゃったからな。さあ、俺を楽しませろ。とりあえず八つ当たりのごとくやっつけとく。勝負あり。勝利は収めましたが、これ以上進むことは叶わない。なぜならロストの危険性があるから。何が出てくる？だから5の3や4で結構いいやつもドロップするみたいな。俺の名は噂も聞いたんだけどな。帰ろ。今のところ42のうち36集まっていると。ふむふむ、結構集まってきたね。まだ槍とか出してないんで、ちょっとレシピを変えてそっちも狙っていかないとな。どうせだったら集めたい。そしてあれだね、進化してほしいよね。進化はするんだけども、あの花びらがついて、ただそれじゃなくてビジュアルを変える進化が欲しいよね。まあいずれね、これ系のゲームだから多分出てくるんだろうけど。見ての通り僕は天狗なんですよ。飛んだり跳ねたりお手のもの。天狗っていうと、あの変態仮面っていう漫画の中で天狗丸ってやつが女性に向かってね、その女性がね、悲鳴を上げるわけよ。うわー、天狗のお面を近づけないでください、顔近づけないでください、怖いですって言って、いやー、オラはあの天狗の面近づけてないよって言ってね、まあ別の天狗が近づいていたっていうね、そんなエピソードが。それを思い出した。天狗、昔はもっと背が高かったような、気のせいかな。結構よく見るとさ、目怖いよねこれ。うん、グール並みに赤いぜ。
さてさて、お、25,500、結構集まってんな。冬のには小判3万必要と、まだ届かない。どうなんだろうな、もう買えてる人もいるんだろうね。俺がこれだけ集まってるってことはもっと集めてる人もいるだろうし。でね、2月3日のアップデートで今度はね、春のやつが出るらしいね。だからさ、ここら辺さ、一応で開けてあるんだろうけども、どんどん増えていくのかな。ほんとさ、いろいろ模様替えしたいよね、どっかのお船のゲームみたいにさ。で、うん、なんか見たい。あ、でもな、この冬景色すごくいいんだよな。あれを思い出す。いつだかね、スキーに行った時に露天風呂でね、こういう雪景色を眺めながら見るっていう、見るじゃない、浸かるっていうね、あれは気持ちよかったな。だからここら辺で、なんだろう、ここ入ろう。よし、ちょっとあの刀剣たち、あのここら辺入ろうぜ無駄に。で、なんか、あー、いい水だなって言いながら、あのちょっとね、身も引き締まる思いで、ちょっとさ、気を引き締めて5の4に挑んでいこうぜ。あ、俺はこの中であのここ障子ピシャって閉めてね、これ温まって、火鉢で温まってるから。で、そんなあの男子たちを見つめながら、なんかね、お餅とか、あとトッポとか食べとくよ。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃー。